はい、ですね、この間プレステ4の漫画かけるというソフトを使って、熱血スポコン漫画を作っていました。で、今回はその、作成した、漫画の、セーブデータを、ちょっとロードしてみたいなと思います。で、メインメニューの方から一番続きから始めるこちらの方を選択しますと、今こうやって、プレステ4の方にセーブされているデータ、漫画のデータが表示されて、それを選択してロードしていきます。ちょっとロード時間が10秒から15秒ぐらい、ちょっと時間がかかってしまうんですね。今こちらのプレステ4の方になりまして、プレステの PS ストアから購入したときに、プレステ4と、ビータと両方の、そのソフトが入手できるんですが、おそらくビータの方ですと、もうちょっとロード時間の方が長くなるようです。そして、今そのセーブしたデータ、一番エディットモード、こちらの方が左の方なんですが、タイトルが青春のボールよ、で第1話突然の指導命令で、作者が私にゃんこの名前が表示されてます。で、このタイトルとかその作者の名前は途中最初の方に変更の方が可能となってます。で、2番が、この間作ったそのセーブデータを、作成した漫画を鑑賞することができると。で、登場人物のキャラクター設定や漫画を投稿、これはですね、漫画家ケールのその公式投稿サイト、漫画読めるというのにも投稿して、他のユーザーさんが作った、その漫画とかを読んだりすることができるサイトになります。なお、この漫画かけるで作成された漫画っていうのは、その著作権については、作成した本人に著作権が帰属するようです。で、漫画を画像出力や漫画を保存、いわゆるセーブですね。で、今日はビューアモード、こちらで、前回作った動画を見ていきましょうと。はい、そうですね。今こんな感じで、4コマずつ画面に表示されていて、で、左下のところに1,2,3,4というふうにコマの、番号が表示されていると。で、そうですね。はい。で、曲がり角を曲がっていると、ヒロインのやわらちゃんとモコミチくんが、ぶつかっちゃったと。で、この画面、これが先ほど出てましたこの漫画の「ああ青春のボールよ」というタイトルの画面になります。はい。で、そうですね、先ほどの主人公は今日からこのクラスに加わった転入生、では自己紹介をしなさいと。我が名はモコミチ、覚えておくがやがて魔界の王となる男の名前を。そうですね、魔王なんですよね、モコミチくん。でも、魔王って言われても、ちょっとクラスの子みんなドン引き。はい。で、ヒロインの子がたまたま同じクラスで後ろの席だったと。はい。で、それでその子が放課後にモコミチくんを呼び出して、で、野球のマネージャーだったので、一緒にマネージャーの試合に行きましょうみたいな感じで話をしていたら、突然の雨が降り出したと。はい。で、それで雨宿りをした時に、このやわらちゃんがちょっと悪巧みを企んでるような、顔をしてますが、主人公に期待を込めてお願いねと。で、その夜、やわらちゃんのことを、主人公が思い出しながら、可愛かったなって、明日の試合雨が降るのかなって心配してたら、カラッと晴天と。
はい、で予定通り試合が始まって、はい、でキャッチャーがグラウンドにやってきて、まあぶつけないで申し、ぶつけて申し訳ない、どんな球でも取ってるから思い切って投げてくれと、はい、でそしたら主人公はキャッチャーに、この試合に勝ったら僕と付き合ってくださいと、はい、でもキャッチャーの方ももこみちくんに、まあ、まんざらでもない様子で、まあ、ちょっと頬をあからめながら、ね、俺でよければというふうに、まあ、言ってて、で最初ラブコメ漫画だったのが野球スポコンになったかなと思ったら、ちょっと途中からボーイズラブになっちゃったというすごい急展開な漫画が出来上がってます、はい、でそれで、まあ、運命の第1球プレイボールと、はい、いよいよ試合開始だと、で主人公がここで決め台詞を言うんですが、まあ、ちょっと吹き出しだけになっちゃいました、はい、でショートやセンターが気合を入れて、まあ、ちょっと、ね、まあ、ちょっとこんなセリフを言っちゃってます。はい、で、まあ、もこみちじゃなかったら、速水くん頼んだぞと。はい。で、初球の球はこれだと。村塚主人公。そして、大きく振りかぶって、ね、投げました。はい。で、すると、あ、この球はと。で、でもちょっと敵のね、あのバッターも、もう自信たっぷりでもらったと。でも、主人公の不敵な指、これは魔球の誕生なのかというところで、まあ、ちょっと終わっちゃったという感じですね。まあ、とこういう感じで、まあ、前回のおさらいというのができます。はい。はい。で、まあ、こんな感じで、まあ、自分が作った漫画をそのセーブして、まあ、いつでも読み返すということもできたりとかいう感じのこともできます。はい、というわけで、まあ、漫画かけるのソフトで、まあ、これさえあれば、まあ、ちょっとした漫画が、まあ、誰でも書けちゃうというような、まあ、夢のようなソフトです。はい、でこれプレステの PS ストアからダウンロード販売専用になってまして、お値段の方が800円なんですが、プレステ4とビータ版の方が同梱されてるみたいですので、プレステ4で、まあ、家に帰ってじっくり編集したりとか、まあ、ビータの方で、お出かけしてる時に、まあ、ちょっとした時間に、まあ、漫画を作ったりとか、そういった作業なども、まあ、できたりとかして、まあ、結構まあ、遊び出すと結構楽しいソフトではあります。はい。というわけで、漫画かけるの紹介動画になります。ご視聴の方ありがとうございました。